はい、声で書く日記、今日は何個目だ ?238 個目ですね、のエピソードです。グッドタイミングなタープと、突然の腰痛と、辛い散歩と、雪かきと、直立二足歩行の悲哀と、グッドアイデアの話ということのタイトルです。11時10分になりましたね。腰が痛いです。どっかで喋りましたが、バルコニーに雪よけ用のタープを張るんですけど、5メートル ×6 メートルぐらいの巨大なタープを張るんですが、それを昨日やりましたら、終わった後に、作業が終わってからでよかったんですが、腰が痛くなりまして、まだ痛いです。で、昨日はゆっくりとにかく寝て、まあそれでもまだ痛いですが、昨日よりはまだいいですね。もう1日2日ちょっと、回復には時間がかかりそうです。もうとにかく腰は養生するしかないので諦めてます。はい。でも痛いです。で、グッドタイミングなタープは、そんな昨日朝タープを思い立って貼ったんですが、今朝、積雪ですね。約10センチ。はい。結構降りました。バルコニーのタープの脇、ちょっと空いてるんですけど、50センチずつぐらいね。そこは雪がそれなりに3、40センチ溜まってて、トイチロー君が遊んでましたけど。まあそんな感じで、タープを張るタイミングは完璧ですね。これ、数年前は、もうドカ雪降っちゃってからタープ張ったんで、結構張るのも大変だったし、結局入り込んじゃった雪がもう溶けなくて大変だった年もあるんですが、タイミング、だいぶグッドタイミングで貼れるようになりましたね。ドンピシャで貼れるようになってきました。去年、一昨年ぐらいから。はい。で、このタープが貼られるとご近所の人は冬が来たねと言っていくんですが。まあ、それはそれとして。で、本当は秋にも西日を避けるタープ、三角形のタープ貼ってるんですが、毎年。今年は必要なかったですね。それぐらい西日が暑くなかった、残暑がなかったって感じですね。まあそんなことも思い出しました。とにかくグッドタイミングなタープを貼ったはいいけども、突然の腰痛に苦しんでいる今日この頃です。実は今車を車検に出してまして、で、ちょうどその車屋さん火曜日休みなんで、今日火曜日なんですけども、ちょうど良かったです。今日取りに来いと言われないので、多分明日の夕方ぐらいに取りに来いと言われるんじゃないかと思って、まあその頃にはなんとか車に乗れる程度には、腰が治るかなと勝手に思ってるんですけどね。まあそんな中辛い散歩と、しかも雪かきしちゃいました。今朝やんなきゃいいのに、やっぱ10センチ近く家の前溜まってると、これほっとくとね、まあ溶けるかなと思いながら、北側なのでね、日が当たんないので意外と溶けないんですよね。なので雪かきしちゃいました。はい、要領よくやっときました。はい、やっとくと後が楽なんですね。ということで、辛い散歩という企画やりました。それから、まあ腰がなんで痛くなるんだろうってね、これ年に1回ぐらいあるんですけど、やっぱ直立二足歩行なんか始めちゃったからね、ホモサピエンスはね、その悲哀ですね。痔とともに。痔と腰痛はもう直立二足歩行の宿命ですね。ということで、これでも困ったね。今61歳でこういう腰痛、年に1回だと、これが70とか80になってこんな腰痛になっちゃったら、もう介護なしじゃ生きていけないね。どうしましょう。孤独死するかもしれません。直立二足歩行の悲哀を感じながら、こう静かにこううーとか言いながら孤独死していく。その頃はもう東一郎くんいなかったりしてね。まあその前に施設に入った方がいいですね。まあそんな話で。まあそれもグッドアイデアなんですが、このグッドアイデアの話ね、今日のタイトルは、グッドタイミングなタープと、突然の腰痛と、辛い散歩と雪かきと、直立二足歩行の悲哀と、グッドアイデアの話ということで、最後にグッドアイデア入れといたのは、これリスンのアドベントイベントが今年も、やっていただけるということで、早速、私も登録させていただいたんですが、いろいろ考えて12月3日にさせていただいたんですけども、まあそれはさておき、去年も実はやったんですね。一人アドベント。ね。で、今年の一人アドベントもやっぱりやろうと。
で、一人アドベントだけじゃ面白くないので、去年のリッスンは25人の一枠だったんですが、今回二枠でサンタコースとトナカイコースがあるので、私もちょっと一人アドベントコースと、もう一つコースを作ろうかなというね、どうでもいいことを考えてますけども。で、そのグッドアイデアが、一個だけ、一人アドベントの方はグッドアイデアが浮かびましたので、これはもうやろうと淡々と。で、もう一個のグッドアイデアがね、浮かびかけてんだけど、まだ具体化していないという。まあ、今日はもう腰痛くて寝てるぐらいしかやることないので、声で書く日記やったら、で、勇敢ことのは先ほど仕込んだので、それだけやって、あとは特に、ないよね、今日。なんかやり残してないかな。あ、喋れるだけ喋ると。ラジオとかも喋っちゃったんで、さっきね。なので、今日やることはこれで終わりなので、あと夜ブログ書くぐらいなんで、少しその、グッドアイデアのもう一つのグッドアイデアをね、いろいろ考えようかなと思いながら、これが面白いのがですね、実はこのグッドアイデアも、先ほど勇敢ことの葉のアフタートークを喋ってて、で、その時はまだグッドアイデア一つも浮かんでなくて、どうしようかなって言ってたんですが、これが喋ってるうちにね、アイデアとしてまとまるんですね。一つ目。まとまりました。はい。本日のアフタートークで、アイデアまとまりました。で、多分、もう一つの方の、アイデアは、サンタコースかトナカイコースかわかりません。もう一つの方のアイデアは、多分明日のアフタートークで、語ってるうちに、具体案になるんじゃないかなと勝手に思ってますけどね。で、その頃には腰痛も治って、作業ができるかなと。とにかくもうパソコン向かってるのしんどいんで、姿勢変えるのしんどいんで。で、今、東一郎くんはソファーでおねんねようやくしてくれたんで、だいぶ助かりましたけども。助かりましたっていうか、ようやく落ち着きましたけど。今、とにかく、なんだ、こう、前傾姿勢じゃなくて、後ろにそっくり返る形で椅子に座ってね。だらしなく座って、石破さんじゃないけども、だらしなく座って、パソコン眺めてるんで、目が見えないんですよ。画面の字が細かくて見えないという。私、遠視と近視と乱視が入ってるんで、老眼もそこに加わってるんで、見えないんですね。薄目にしながら、こう、文字を読みながら、こう、タイトルを読んで喋ってたということなんですが、まあ、どうでもいい声で書く日記ですね。ということで、雪が積もった札幌です。まだ明日もちょっと降るみたいなんで、もうちょっと積もるかなという気がしてます。そんなとこですね。他には特にありません。とにかく寒くなってきました。雪の季節になりました。そんな中、腰痛で、今日はもう暖房入れました。で、ちょっと家でこの後ぬくぬくしたいと思います。いろんなアイデアをね、ちょっといろいろああでもないこうでもないと考えながらやりたいなと思ってます。で、頭は動かせるんでね、ちょっと体あんまり動かしたくないし、パソコンも向かいたくないので、今日はもうパソコン作業はブログ書くだけにして終わりたいと思ってますが、ね、頭だけ動かして、体動かすのは明日以降ということで、今日はおしまい。これで書く日記238個目でした。はい。以上。ではまた。